ホテル鴨岩です。とても良かったですね。温泉もいいし、まあのんびりできました。富良野の方にのんびり行こうかなと。今日だから11時もなってますね。はい、なんかゆっくり骨休みだな。うん、骨かった昨日が。昨日はな、うん、ちょちょとんぴょ今日も。昨日は気温が13度、うん、今日18度。トウモロコシは見んかったけど、門別行くときほんまトウモロコシだったな。うん、そんだけ食べれるかっていう感じだな。だるよ、ひまわりが。ひまやな、うん、ひまわり、ひまわり、そば、そば、向こうにひまわり、うん、あるある。綺麗な、この目の前にもあるの、この、こっち、うん、あ、ほんまやな、綺麗な、綺麗綺麗、お米、こんにちは。もう行ってきたんですか。晴れてます。やっぱりもう終わりか。なるほど。うん。まあそう。大体こんなもんだろうな。見たらちょっと1週間ぐらい前とかが良かったみたいな書いてあったもんな。あ、ひまわりソフト。あ、これ美味しいかもな。これ食べてこう。今北竜町の、ひまわりの里へ行ってきました。今ちょっともうね、だいぶこう終わってる状況だったんで残念でしたが、また今度来るときあんなんをこうちゃんとこう日程調べてきたら楽しいだろうね。行こうか。はい、降ります。はい、はい、どうぞ。あれだよ、曇ったんやな。うん、もうやな、あれやな、うん、あ、そっち、うん、この辺あたり、まあまあ花がようけ咲いとって綺麗な。うん、いろんな、あれやな、地形の表情かな。うん、ここら辺お米やな。お米やな。滝
砂糖ダム。あ、なんか、ボート、モーターボート。滝砂糖ダムとか。滝の砂糖。なんか確かこんなとこ通ったような前中田のギャラリー気がしなくもないな。あ、ほうよ、ベアードキッチン。あはこっからあったよ。そうやな、うん、楽しかった。面白かったな。うん、面白かった。で、今日やってお天気ええしな。桜の時期やな。うん、じーんときたな。ちゃんと息ついたもんな、なんとか。うん、まあ、息、あれをちゃんとというか、結局息つかんで訪ねてってことやけど。ちょっとな、一つな、佐賀の方だ。ええー、な、うん、向こうの山が。フラノ岳とかなんかあったもんな。うん、あったあった、フラノ岳な。うん、大雪山のとこに、なんか初めての朝日が死んで、黒岳に、なんとか岳にな、うん、拾ってきた家。この辺りの物語があるな、うん、すごいよ。これからも動画をアップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。